こんにちは私の名前はチャールズ・ダーウィンです。生まれた時から洞窟に住んでいない限り、おそらく私のことを聞いたことがあるでしょう。私は種の起源を発見するために世界中を旅し、進化論を生み出しました。もちろん、私はあなたのことを知っていますし、あなたが素晴らしい人物であることも知っています。私はあなたの本をすべて読みましたが、その結果、 私は今、では無神論者となりました。今、何とおっしゃいましたか私はあなたの本をすべて読みましたと言いました。そうではなくて、その結果です。進化論そのものは私の理論なのに、私にはできなかった神の存在を否定することを、どうして私の本から結論づけることができたのでしょうか。どういうい意味ですか。つまり、私は常に神を信じてきました。 疑問を感じたとしても、それは進化論とは関係ありませんでした。確かに。でもあなたはその後、40歳になるまではキリスト教を諦めなかったと述べました。つまり、これはあなたがキリスト教への信仰を諦めたことを意味します。あなたが書いた手紙を読みました。申し訳ありませんが、私は聖書を神の啓示としては信じておらず。 したたたがっててて神のの子ととししイエススキリストも信じていまませんとあなたは述べました確かにしかしそれが神への信仰と何の関係があるのでしょうか。私は常に創造主を信じていました。一方で全ての宗教を疑っていました。これらは2つの別の問題です。キリスト教に対する私の疑念をもって、神への不信仰という結論を下すことは容認できません。 神への信仰と進化論の間に矛盾はないということでしょうかありません。両者を相反するものとして設定しようとするのは不合理です。私は手紙でこう言いました。人間が熱心な有心論者であると同時に、進化論者である可能性を疑うのは、馬鹿げているように私には思えます。変ですね。私たちが目にする進化と種の多様性に関する証拠はすべて、 無神論に直接つながります実は私は全く逆のことを言っているのです。私はこう述べました。私は、私たちの意識的な事故によって把握できるこの壮大で素晴らしい宇宙が、偶然に生じたと考えることの不可能性こそ、神が存在する重要な論点であるように私には思われます。私もこう述べました。私が思うに、神の存在に関する最も強力な証拠は、 宇宙には知的な創始者がいるに違いないと私たち全員が感じている本能または直感です。ただし、そのような直感が本当に正しいのかどうかという疑問と困難は残りますが。ほら、やはり疑問は残るでしょう。あなたは神の正義を疑ったのです。わかりますかジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・サイエンティフィック・アフィリエーションによると。イクネモン・スズメバチが毛虫を麻痺させて。 自らの卵の生き縁にするとあるので、あなたは、このような痛みや苦しみの中に、全能の神の働きが見えるとは思えなかったということです。確かに。しかしなぜこれが神の存在と関係があるのでしょうか。私は、世界における善悪や主の関係など、特定の哲学的な議論について疑念を感じたことがあります。しかし、これは主の起源とは何の関係もありません。また 私がこれを発明したわけでもありません。進化論の研究があなたを無神論者にしたわけではないということですね。決してありません。私が死ぬ3年前の1897年に次のように書きました。私は神の存在を否定する無神論者になったことは一度もありません。つまり、あなたは完全な信者でも完全な無神論者でもありませんでした。あなたの本当の立ち位置は何でしたか 私の死後、私の立ち位置は非常に物議を醸しましたが、進化論の結果として私が無心論者になったとは誰も言えません。ヒントとしては、私の好きな本は自然進学だったことです。私はこうも言いました。テイリーの「自然進学」という本ほど、素晴らしい本はないと思います。以前なら、ほとんど本を暗記して言えたかもしれません。それで、その本には何が書いてありますか 自然の法則とは、神が選んだ宇宙を管理する方法である、と記されています。この点についてよく考えてみてください。それではまた。